どうもこんにちは。GTMAX ガジェット部、豊です。今回紹介するのはこちら。ユーグリーンのハイチューン T3 です。 GTMAX。 こちらのユーグリーンのハイチューン T3 ですが、3000円台でアクティブノイズキャンセリングを搭載した完全ワイヤレスイヤホンなんですよね。ユーグリーンは以前 X6 というのを紹介しましたが、こちらのハイチューン T3 がどんな感じかっていうのがね、ちょっと気になりますね。早速開封してみましょう。それではオープン。こういう感じで入ってますね。まあ、まずここにイヤーピースがサイズ違いで3種類入ってますね。イヤホンケースで、これ取って外すとこんな感じで、まあ、裏側のここのヒンジの部分にユーグリーンって書いてありますね。開けるとこういう感じになります。普通っちゃ普通のね、完全ワイヤレスイヤホンですよね。取り出すとこういう感じ。エアポッツ型ってやつですよね。でケースのこの下っ側、ちょっと開けてみましょうか。ああ、あったあった。に、説明書、セーフティーガイド、で、USB ケーブル、タイプ A と、タイプ C ですね。同梱物は以上になります。作りですが、やっぱり3000円台だけあって、高級感っていうのはあんまないっすよね。3000円から5000円台によくある質感の完全ワイヤレスイヤホンだなと思いました。これがね、耳に入れた時にどんな感じになるかっていうのはね、気になるところですね。それはスペックです。10ミリのダイナミックドライバーを搭載したカナル型の完全ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth のバージョンは 5.2。対応コーデックは SBC と AAC。充電端子は USB Type C ですね。連続再生時間はイヤホン単体で7時間。ケース併用で24時間になります。ワイヤレス充電は非対応。防水性能は IPX5。音声アシスタント対応。片耳モードあり。アプリはありません。ノイズキャンセル機能を搭載。マイナス 25dB のノイズ低減効果があります。外音取り込みモード搭載。こちらユーグリーンではヒアスルーモードとなっています。タッチセンサーあり。操作はこちら。マイク搭載。 AI ノイズキャンセリングを搭載し、周囲のノイズを除去します。肝心のマイクの音声はこちら。どうもこんにちは、 GTMAX ガジェット部豊です。今回はユーグリーンのハイチューン T3 で話しています。音はどうでしょうか。チェックチェック。マイクのテスト中。それではね、このユーグリーンのハイチューン T3 を使ってみましょう。初回ペアリングは一般的なやり方と変わりません。装着するとこんな感じですね。このように大きいんで圧迫感はあるんですけども、安定感はものすごく高いですね。イヤーピースで固定してるっていうよりも、ここの部分でイヤホンを固定してるみたいな感じしますね。それではね、音楽を聴いてみましょう。ユーグリーンハイチューン T3 の感想です。なんかね、こう不思議な音してて、FM ラジオをラジカスのスピーカーで鳴らしたような感じのね、音してますね。かなり低音寄りな音のバランスしてるんですけど、低音が目立ってるんで、低音が強いイヤホンっていう風に捉えがちなんですけれども、実際は低音はちょっとだけ強いぐらいで、高音域と中音域が弱すぎるっていうイメージありますね。なので抜けがものすごい悪いです。で、音そのものなんですけど、妙な加工臭がしていて、それがね、 FM ラジオをラジカスのスピーカーで鳴らした感じみたいな印象を持つんですけど、音自体は自然ではないので、基本的にはね、アコースティックなサウンドには向いてないですね。ダンスミュージックとか EDM とか、まあテクノとかもそうかもしれないですけど、ゴリゴリにこう加工してるようなサウンドだったらまだ聞けるかなっていう気がしますね。ノイキャンと外音取り込みモードの感想です。右のイヤホンを2秒長押しするとモードが切り替えられるんですけど、そのモードの切り替えによって音の変化っていうのはほぼありませんでした。ここは優秀だなと思いましたね。ノイキャンは低音をがっつり消すタイプのノイズキャンセルですね。 Amazon のレビューとか、あとウェブのねレビューなんか見てると、ノイキャンはね、おまけ程度っていう風に書いてる人結構多いんですけど、僕自体はそういう風に思わなくて、人の声の低い部分まで消してるんで、低音をがっつり消すっていうタイプのノイキャンであればかなり優秀な方だと思いますね。実際工事現場の YouTube をね、流しながらね、ノイキャン試してみたんですけど、いわゆるガガガガガガガみたいな、ああいう音は全部消えてたんで、かなり優秀な方だと僕は思ってます。ってことは、普段どういう時に使うかっていうと、電車の移動中にノイズキャンセリングを効かして電車の走行音を減らすっていうようなね、ノイズキャンセルがユーグリーンのハイチューン T3 では効果的かなというふうに思いました。外音取り込みモード、ヒュアスルーモードですが、
これかなりね自然な音ですね。さっき言った通り音楽を聴こうとするとかなり加工臭が強いんで自然な音が欲しいなと思ってたんですけど、このヒアスルーモード、外音取り込みモードは本当に自然な音で聞こえるんで、なんでこれを再生の時にやってくれなかったのかなっていうふうに思うぐらい、外音取り込みモードの音はすごく綺麗な音をしています。以前紹介したユーグリーンの X6 を聞いてみて比較してみたんですけど、もう音はね断然 X6 の方が良かったですね。まあ音のバランスとか音の綺麗さとかで言うと、もう全然 X6 のね干渉だなって感じしましたね。で、装着感も僕は X6 の方が好きですね。最初にちょろっと言ったんですけど、耳に入れるここの部分が大きいんですよね。そのせいで圧迫感は若干感じるので、そういう意味だとこっちのね X6 の方が圧迫感っていうのはなかったんで、装着感は好きでしたね。今回はユーグリーンの3000円台でアクティブノイズキャンセリングに対応した完全ワイヤレスイヤホン、ハイチューン T3 を紹介しました。装着感とサウンド以外に関して言うと高レベルなイヤホンだなと思ったんですよね。これで音が普通な感じであれば皆さんにおすすめできるんですけど、これかなりね、癖強いんで、ドンシャリが好き、もしくは低音がボンボン鳴ってるイヤホンが好きっていう方以外にはちょっとおすすめできないですね。低音がドーンってくるようなイヤホン探してる方にはね、ユーグリーン、ハイチューン T3 ね、おすすめです。以上です。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。